黄昏れゆく銀座愛しい街よ。吉岡里奈です。今44歳です。職業はイラストレーターです。あの子の笑顔が可愛い、ちょっと飲んでいこうかな。そうですね、昔の映画とかに出てきたり、映画とかドラマ、小津安二郎の映画とかにも出てくると思うんですけど、すごく綺麗な、ママが着物を着て、そういう男のおじさんのお客さんがそのママ目当てに来たりとか、そういうドラマがあって、それが面白いなと思って、はい、私自身がお酒を全然飲めなくなって、ある意味自分の中でその夜のバーとかスナックってファンタジーなんですね。日常ではない世界なので、映画とか昔のそういう映画に出てくるバーとか、そういうかあのライトとかネオンの街とか、そういうのがすごく綺麗だなと思って、自分がほとんど夜出歩かないので、そういう世界に憧れというか、はい、非日常として書いてるという感じです。昼はそういう社会のために健全に働いてる人が多いと思うんですけど、夜はちょっと気を抜いて自由になるっていうか、そういうなんか不道徳でも許されるっていう世界が自分とはちょっとかけ離れてるんで、だからこそ描きたいなっていうのはあります。自分はずっと一人で絵を描いたりとかしてる時が一番幸せなので、そういう孤独というか、そうみんなといると疲れてしまうので、そういう、はい、なんか一人でいるのが好きです。私がイラストレーターを目指したのは、子どもの頃からすごい絵が好きで、自然に学校の文集とかの表紙をみんなに頼まれたりとかして、当たり前にそういう絵を描くことを仕事にするのかなってずっと子どもの頃から思ってたんで、美術大学に行くことにしました。でそこから、美術大学のでも映像学科っていう映画を勉強するコースに入ってしまって、でまたちょっとそこで絵を描くってことを一回やめてしまったんですね。で、また10年間ぐらいフリーターでカレー屋さんとかで働きながら、もう一回でも絵を描きたくなって、そこからイラストの学校にもう一回入り直したって感じです。橋のたもとに錆びついた夢の数々。あと私がイラストレーターの道を選んだのは、やっぱり自分が絵を描くことですごく喜んでくれたり楽しんでくれる人がいるっていうのが分かった時に、自分が人を喜ばせることは唯一絵を描くことだけだなっていうのが分かったので、それを仕事にしたいと思いました。そうですね、なんか仕事をした時に吉岡さんに頼んで絵を描いてもらってよかったって言ってもらった時とか、あとはすごくなんか私の個展に来た時に絵を買ってくれて、それをすごいちゃんと飾ってくれて、毎日見るのが楽しみみたいなことを言ってもらった時に、やっぱり絵を描くことを仕事にしてよかったなって思いました。アクリルガッシュという絵の具で、水彩の絵の具なんですけど、乾くとマットになる、厚塗りができて、ペンキで描いたみたいな質感になる絵の具で描いてます。画材はずっとアナログですね、はい。
私が、昭和52年生まれなんですけど、ちょうど子供の時に昭和が終わってます。その時の記憶しかないので、なんかやっぱ昭和は自分にとってファンタジーの世界なんで、すごくあのデザインがもっと派手だったりどぎつかったり、今の、社会ではなんかもっとなんていうか非常識なことが常識だったりしてたので、そういうところに惹かれます。やっぱりそういうスナックとかのママやマスターは人生経験が豊富だと思うし、すごくいろんな人と接しているので、なんか気遣いとかそういうものが多分すごい人よりできると思うし、多分何気ない一言でも重みがあったりするのかなと思いますね。おばあちゃんが結構今92歳でこの家の下に住んでるんですけど、ずっと、去年まで一緒に住んでて、なんかそのおばあちゃんの若い頃の話とかを聞いて、その戦後の日本のなんか進駐軍が来て、そういう人のなんかそういう戦後の自分が知らない世界を話で聞いたりはしてますね、はい、そうですね。なんか前は一緒に住んでたんでどうしても目に入るんで、なんか面白がってくれてますね。